人皆さんもそうでしょ、皆さん楽しんでますか、近でイエーイ、何だもん、それだけでポジションの動きですね。もうこれで、ご覧いただきまして感動されてましたね。もうね、首都高のほら、これね、小さいでしょ、小さい方まで、あのいろんな声がいっぱい入り混じっててね、それがもう本当に夢のハーモなんですよ。はい、そうなんです。やはりこうやって音楽で最高祭を盛り上げることができるっていうのは、はい、懐かしい、すいません、感動の再会のシーンになっちゃいました。いつの間にか。いやー、どうもありがとうございます。こういうまた出会いが本当にありがたいですね。先生、どうぞまたよろしくお願いします。どうもありがとうございます。タキさんにとって横浜の魅力というのはどういうところでしょうか。そう、自然がたくさんあって、はい、すごい大都会なんですけど、はい、住んでる人がなんかみんなローカルな感じがします。で、僕は実は横浜で30年歌ってるって言いましたけど、その人は九州の大田です。で、九州から東京へ歌手を目指して、結局毎年東京だったんですけど、ある日横浜で今年の歌って呼ばれるんですよ。これすごい、もうあったかくて、これが日本、ありがとうございます。じゃじゃーん、33、ちょっと忘れぬエピソードがあるかもしれません。はい、大丈夫です。ステージの真っ最中、突然質問マジさんと触り手触り一番挨拶を挟んで、僕の目の前にこう来たのが日本人の先駆けて横浜でした。私ね、正直ものすごい照れくさかったんです。ステージでお客さんからお金もらうってないじゃないですか。で、どうしようかなと思ったんですけど、一応テレビで答えるって言ったんです。そしたら、40万円になった。この場だったらいいよ。この場は本当に横浜へ行こうと思いました。以上です。すぐ分かったよ。じゃあ最後に一言だけ来てくださっていただいて、良い子は真似しないようにということでお願いいたします。昔の話ですけどね、9人は来るですね。ではですね、そんな音楽で、横浜そして日本を盛り上げていただいておりました滝さんも加わっていただきまして、はい、歌っていただきます。皆さん準備はよろしいでしょうか。金子さんとかさ、はい、様はそれでは行きましょう。それでは海よ、空よ、大地よ、お願いします。会長、場所取り入ってきます。あ、そう、はい、それはいいことだね。まずは場所取りだけしてくれたら。風よ、水よ、砂浜よ、
最後にメッセージありましたらお願いします。そうですね、僕はこの横浜スタイルで再び純粋に来てまして、私は何か新しい力を持ってました。だから僕は横浜の皆さんにお返しをいっぱいしたいと思っています。これからも力に頑張っていきたいと思います。皆さんこれからも一緒に頑張りましょうね。11月にデビューの40周年のコンサートを神奈川ホールでやります。皆さん応援しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。滝藤春さんでした。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあということで、滝さんのお話の中にもありましたけども、横浜の街というのは本当に大きな魅力が詰まった街です。で今日はですね、6月2日、開港記念日ということで横浜の開港をお祝いする日です。でこれだけ大きな横浜開港祭という、お祭りが第37回目を迎えています。そしてそれだけではなく、毎週のように週末になればスポーツだったり音楽だったりいろんなイベントがこの横浜で開催されています。それだけやる気とパワーを持った人がこの横浜にはたくさんいるということです。そしてそこに来ていただく皆さん、しっかりお行儀よくマナーを守って参加していただく皆さんがいるからこそ、こうやって横浜が元気だと思います。でこれからも皆さん横浜元気に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。それでは続いての曲に参ります。皆さんご一緒にお願いします。365日の飛行機です。お願いします。Yeah!
ジャンクションとか言わないのかジャンクションとか言わないのかジャンクションとか言わないのか